江戸時代に創建された都内有数の神社。今日、江東区の富岡八幡宮の近くで、日夜、男女4人が血を流して倒れているが見つかり、女性の宮司など3人が死亡。人が大怪我をしました。宮司の弟とその人の女が宮司を殺害した後自殺するなしたとみられ、警視庁は家族間のトラブルがあったとみて捜査しています。7日、あと8時半頃、東京、江東区富岡、路上、近くの富岡八幡宮の宮司の富岡、古佐、58、と運転手の33歳の男性、車、ら降りた直後に男女に刃物で切り、けら。の弟の富岡重長容疑者、56、都知人、女とみられ、いずれもすぐ近くで血を流して倒れているのが見つかり、間もなく死しました。です。これまでの調べで、重長容疑者と一緒に長子さんや運転手を襲ったと、さらに女を殺害して自殺したとみられるいうことです。右の脇腹のあたりが30センチくらい切っていて、血が出ていた。日頃から馴染み、あるところなので、驚いていると話し、いました。子供の頃から頭の回転が速い人で、人になってからは富岡八幡宮の事務的な、糞を取り仕切っていた。急にこんなこと、なって驚きというか言葉にならないと、していました。また、重長容疑者については、子供の頃から活発でやんちゃ、で、父親から宮司を引き継いだが、さ、マナトラブルがあって宮司を解任され、